どうもこんにちは。この部屋とですね、この次の部屋を、なんか計画しろと命じられまして、皆さんにパネルにもちょっと書きましたけども、その植物と海っていうのはやっぱりかなり特別なモチーフではありますね。一番入り口に若林さんのありますけど、若林さんなんかもやっぱり植物っていうのは世界と人間をですね、取り持つ媒介だみたいなことを言ってたりしますし、例えばマティスなんていう画家も晩年の立てなくなっても病床の横の植木鉢の植物をですねスケッチし続けていたって話。植物っていうのは皆さんご存知だと思いますけど、植物は光合成をして、その炭素を、有機化合物をですね、固定してできる唯一の生物なんですね。で、それがなければ動物やもちろん人間も生きていけない。それから海というのはやはりその太古の生命の源ですから、そういう言い方をすれば海とか植物っていうのを描くということが美術の一つの営みとして、出てくるっていうのは当然といえば当然かもしれない。で、そういう中に典型のように人間がポツポツいるわけですけども、今回ですね、ちょっと説明として、ちょっと注目してみたかったのは、やはりそのものづくりとしてのですね、美術というか原点なんですね。やっぱりそのすごい現代アートっていう感じの展示は全然なくて、何か50年代から、戦前のものまで含めて入れてしまってるので、時代とかで説明がつかないような話なんですけども、実際に見てみるとですね、やはり、もちろんここの収蔵作品というのは全てものすごい高度なものづくりの過程を経て出てきてきているわけですけども、あえて言うならば、そういった意味で非常に何て言いますか、洗練度が高いものをよりすぐったというふうに思っていただいて、それ僕の主観もかなり入ってるんで。皆さんがそれぞれ解釈していただければと思いますけど、例えば、そこにリビュッフェがありますよね。で、リビュッフェというのはやはりその非常にアール・ブリュットとかって、その荒々しい、なんていうんですかね、荒っぽいなんか落書きを取ってきて書くとか、そういう触れ込みもあるんですが、あれよく見ていただくと、すごいコラージュっていうかですね、キャンバスを細かく切ったもので彩色したものを貼ってあったりするんですね。下地も2枚ぐらいのキャンバスを貼り合わせた。で、それがそのああいうイメージ、壁際の植物っていうものを描くことに、必然的に何かこうつながっているような、すごい周到なものづくりというのが感じられるかと思います。ですから、そういう何て言うんですかね、ちょっと野蛮なというか、イメージがリビフとかあるわけですが、実はそのイメージの背後にはですね、非常に周到なものづくりがあるんだということを見ていただければというふうに思います。で、それで言うとですね、こちらの、栗田さんという最近入った写真なんですけども、これもソローという森の生活っていう人いますよね。あの人の、コースを、当時の写真の技法で撮ったということなんですが、何も面白いのは、これが和紙にプリントされているということがあります。で、そういう素材感がですね、非常にそのイメージと、響き合って面白い効果を、面白いっていうか何か非常に喚起力のある強い効果を生んでいるかと思います。で、隣にあるのは早見御舟のデッサンなんですね。これ全く違う脈絡なんですけど、根にあるものっていうのは何か一致してるような気がします。で、さらに言うとですね、ものづくりということで言うと、面白い話があって、バーンスタインという指揮者が書いた本の中に、宇宙からなんか宇宙人がやってきてコンサートを見たらびっくりしただろう。なんでかっていうと、なんか木の植物の板に羊の腸を張って馬の尻尾でこすっている。それバイオリンですね。そんなことでなんかみんなうっとり聞いているって。
それもそんな変わったことを人間はしてるんだよって、なんかまあポカンとしてるんですけど、まあそんな話があるのを思い出すのは、やはりですね、画材とか作品の素材というのは、一番こうまずあるのはこれ植物です。紙というのは植物繊維です、全て、植物の繊維を加工して作られている。それからキャンバスっていうのも、これも植物繊維です。まあ、最近化学繊維もありますけど、それから絵の具とかなんか、まあ、鉱物ですね。それから何より面白いのは写真っていうのは、こうイメージを定着させるすごい化学的なもののように思いますけど、ゼラチンシルバープレイ、ゼラチンって要するに動物質の、皮とかですね、動物の皮とか、そういうものから抽出するタンパク質、そこに鉱物を混ぜたものに感光させる。何か、とてもですね、そういう自然素材を組み替えるっていうことが実はものづくりなんですね。で、まあこれは陶器とか彫刻とかみんなそうですけれども、そんなふうにしてみると、写真っていうのですね、特にあそこで、あちらの写真なんか特にですね、これアクリル板がかかってるので、まあ一つ見にくいんですが、やはりそのねっとりしたですね、ある種の物質感、というもの、つまり写真っていうのはただのイメージというよりは、そういう物質に裏付けられた、存在なんだっていうこと。で、その物質感が何か非常な喚起力を、出している。で、そのねっとり感というのは、実は隣にある油彩画とも共通するようなところも実はあるんではないかというふうに思ってます。まあそういう素材的な、意味での、なんていうんですかね、周到さということと、まあ、これは海っていうイメージがこうつながってますけど、でこれは断崖と漁夫たちっていう、まあ、海は書いてないですけど、何かその自然とその中の人間像といったことで、まあ一応のまとまりがつくんではないかというような形で、展示されているものです。まあ、こちらの部屋もですね、考え方としては同じような、感じで、構成したんですけれども、ただやはりこの船越さんと後ろのアンリ・ミショーっていうものの間に特に歴史的な脈絡があるわけではないし、まあ、もちろんベーコンはミショーのことを相当評価してたとかいろいろあるようですが、まあ、基本的には先ほど申し上げたように、まあ、人間像、それからまあ植物、風景、といったものの取り合わせということの中で、まあ周到な作品作りをしていると思われる人たちの作品を集めて、だ時代的には相当にばらつきがあります。だけれども、ばらつきがあっても、まあ調和するものは調和するんじゃないか。やはりその美術の、まあ、本質というのもあれですけど、それはやっぱりその原始時代からですね、そんなに変わってないと僕は思ってまして、なのでその、現代アートっていうと、なんか最新のですね、なんかすごいもののようなイメージがありますけど、っていうか、でもやっぱりそれは太古の昔から人間の営みとして、世界との関わりを何らかの形に定着するという営みとしては、まあ、同じことをやってるんじゃないかというふうに思っているんですね。で、そういうことを感じて、もしいただければとても嬉しいという今回のアイデアがありました。で、これはマックス・ルペルツという、ドイツの、まあ、画家であり彫刻家であって、非常にダイナミックな、作品をたくさん作ってます。これは全身像もあって、首だけもあってっていうようなものなんですけどもね、まあこれも要はブロンズですけれども、作ったのはまあ粘土ないし石膏とか使って作ってますけれども、それから後ろの写真は松江さんですね。やはりこれも砂漠というか山地の中に植物がやはりこう点在していて、何か生き物のようなですね、風景が作られているという感じ。それからあれはギルバートさんという、まあ、日本人、
エミコ・ギルバートさんというのは日本人の女性ですけれども、とにかく鉛筆で一本線をこうシューッと引くを繰り返すということの中で、まあ、人間像を、まあ、浮き上がらせているという仕事で、まあ、大変その何て言うんですかね、味わい深いものではないかなと思っております。まあ、その他あのいろいろまあある意味人間像とその風景ということをあのかなり勝手にですけども構成させていただいて、こんなに脈絡ない展示をしていいのかというのも正直あるんですけど、あとはやっぱりそのまあ個人的でもありますけど、この中のかなり何点かは、まあ、自分がその収蔵とか展覧会に、まあ、関わってきた経緯もあったりしてですね、まあ、そうすると個人的な思い出点みたいにするのは絶対嫌だとは思ったんですけど、結局まあそうなっちゃうんですね。だからまあ全部じゃないですよ。だけどまあその展示っていうのはやっぱりあのニュートラルなもの部分も必要でしょうけど、やっぱりそのやる人のですねスタンスとか思い込みとかそういうものも一方であっていい面もあるかもしれない。だから模範的ではないということで、ありがとうございました。お世話になりました。